もしも僕が悪魔でも友達でいてくれますか。悪魔青春 RPG ペルソナプレイステーション。ネジキューブ知ってる？あんたの悪い噂、それ噂じゃないよ。噂を操る RPG ペルソナ2コンビニ。あんたの悪い噂っていうのは本当に知ってんの？それ噂じゃないよ。どの自分で戦いますか。噂を操る RPG ペルソナ2罪アトラス。7月13日午前0時影時間始まる。ペルソナ3アトラス。7月13日午前0時影時間始まる。ペルソナ3アトラス。プレイステーションビータ。ねえ、あ、知ってる？ねえ、知ってる？なあ、知ってる？真夜中テレビって知ってる？それは噂以上の RPG ペルソナ4ザ・ゴールデン。プレイステーションビータ。その自分に満足してる？あんたなんか私じゃない。本当の自分に出会える RPG お前は俺じゃない。ペルソナ4ザ・ゴールデン。プレイステーションビータ。その友情って本物？行くぜ相棒。本物の絆と出会える RPG ペルソナ4ザ・ゴールデン。プレイステーションビータ。ヤッホー、リセチーだよ。レッツダンス。見てて、虜にしてあげる。ペルソナ4ダンシングオールナイト。ペルソナシリーズ第2作目が PSP で新生。物語の裏側がついに明かされる。ペルソナ2バツ
先着特典は目黒昌司アレンジ曲集。ペルソナシリーズ新作 RPG ペルソナ Q 6月5日発売。行くぞ。そこもおかしな格好の君たち、すぐにドキンシャイ。おかしな格好はそっちだろう。クマテンション高いね。そっとしておこう。ペルソナ Q2 予約受付中。行くよ。本当にいたらどうします。心を盗む怪盗が。怪盗は君らなんだろ。最近の廃人化や精神暴走の件、怪盗団の仕業よ。しっかり正義の味方だ。クソな大人ども、あっと言わして俺らのこと世の中に知らしめてやろうぜ。さあ始めるとしよう。ペルソナ5、9月15日あなたの心をいただこう。なあ、俺たち怪盗団なら助けてやれんじゃねえか。よし、決まりだな。俺らで世直しだ。異世界知ってたのか。くそ、次から次へと。本当に現実かこれ。身勝手で人のこと見下してくるクソな大人ども、改心させてやる。いよいよ行くぜ。ペルソナ5、9月15日、お前の心いただくぜ。これはなんだ。化け猫。猫っていうな、モルガナだ。城とかナビも謎だけどよ、モルガナが一番謎だよな。我が輩は立派な人間だ。まだ来るか。生き物投げんじゃねえよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。ペルソナ5、9月15日、あなたの心を頂戴する。私ね、居場所を見つけたんだよ。まあこうなる運命だったんだろうな。誠にも許せねえこととかねえの。改心させたいやつがいるとかさ。若い女は便利ですね。現役美人生徒会長さん、私だって飛ばすだけ飛ばすから覚悟してもらう。ペルソナ5、9月15日、あなたの心をいただくわ。俺も加えてくれ、怪盗団。取引成立だぜ。俺はこんな美を追求したい。大いなりはジャパニーズ変態だな。貴様はな、輝かしい未来をドブに捨てたんだ。正真正銘のクズだ。貴様に食い物にされた者の怒りたっぷりと味わってもらう。ペルソナ5、9月15日、あなたの心をいただく。ちょっといい？私にもやらせて。決まりね。途中でやめるとかなしだからね。うっ、その格好。目標。目標言うな。アンドノの反逆の意志だ。それがあればあの世界で戦える。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。ペルソナ5、9月15日、あんたの心いただくね。ハッキングはどうやって覚えたの。黙秘。私の腕が欲しければ紹介状をくれ。ってことはこいつハッカー。世直しするんだ。なんたって怪盗団だからな。敵を欺くにはまず味方から。そんな簡単に潰せるもんなの。だって私双葉だし。そろそろだな。ペルソナ5、9月15日、お前の心をいただくぞ。今日の放課後怪盗しようぜ。ペルソナ5、9月15日発売。お久しぶりであります。なんとあのペルソナ3がダンスゲームとして登場であります。ペルソナ3ダンシングムーンナイト、5月24日発売。予約受付中であります。よーし、踊っちゃうぜ。我が輩たちの華麗なステージに刮目せよ。ペルソナ5ダンシングスターナイト、5月24日発売。予約受付中。